ここで一つ入れます。うわあ、マジか。甘野飯。今日はね、まあカレーのライバルというかね。ライバル。林ライスなんですけどね。まあビーフシチューだとちょっとブロックのね牛肉をね塊のお肉を。ゆっくり時間かけて煮込むみたいなイメージありますけど、ハヤシライスはこういう薄切り肉みたいなね、そういう牛肉を使ってやればですね、結構なスピードで作ることができると。しかもですね、僕がこの、まあ、水以外に入れちゃうのがね、このトマトベースの野菜ジュースだ。これを入れることでね、ちょっとより深みを短時間なのに出せるという、そういう技で作ってみたいと思いますよ。材料、玉ねぎ中くらいを1つ、エリンギを1つ、牛肉 170g、 ハッシュドビーフのルー1パック、野菜ジュース 160g、 水 300ml、 ビーフコンソメ固形1個。甘の飯、まあ時間計ってもそんないかないと思うんだよな。一応計ってる、はい、多分どれぐらいだろう、わかんないけど、僕ね、あの玉ねぎの存在感が結構ここは欲しい感じがするので、ちょっと厚めに切ってます。5ミリぐらいかな。あ、どうした？いや、おのさん、包丁でいったなと思って。なんで？あ、これね、ちょっとね、煮込みに入れるんで、そうそうそう、よかった不安になっちゃった。あと、なんか、まあ、見た目はこれ、まあ、言ってもこっちの方が綺麗だからね究極のことを言うと甘の飯、これをね、もう炒めていっちゃう。じゃあ、もう結構大盛りですね、はい、お肉が。はい、まあでもこれで4人前いけちゃうからね。で、だからお肉がちょっといいの使ったら500-600円、うん、それで、まあ野菜とかそういうんでもやっぱ1000円はかかんないと思うんだな。1000円ですよね、もう外で。うん、そうそうそう、それが4倍になるからね。うん、さらに今日ウドちゃんの新米で食べるからね。あら、そこにバター絡めてバターライスにしてもいいんだけどね、こういうのは、うん、さあここにお水、今回ルーに対して450なんで、これが 160cc の野菜ジュース、だいたい全部野菜だとね、ちょっと野菜が強くなっちゃうんで、まあ半分ぐらい野菜でも大丈夫ですね。 200cc とか250ぐらい入っても大丈夫です。野菜ジュースにするとどういう効果があるんですか？これやっぱり普通でやったら牛肉とこれ玉ねぎだけじゃないですか、はい、でこれってもういろんなの入ってんのよ、野菜ジュースって。まあ人参もそうだけど、トマトだけじゃなくて、はいはいはい、レタスが葉物で、これだから野菜煮込んで出汁を出さない代わりに、まあルーなんかにももちろんそういうのが入ってんだけど、今のルーはさらにここで入れちゃうという感じかな。野菜の出汁というかね、トマトもやっぱうまみが豊富だから。甘の飯、ビーフコンソメと呼ばれるものがあるんですよ。どっちなんだ？そうするとね、野菜の出汁はね、こっちで取って、さらに牛肉の出汁でこれをプラスするわけですよ。さあここで一つ入れます、まあ、コンソメの中でもいろんなチキンコンソメとかもあるんですけど、ぜひビーフで合わせていただきたいなと思いますね。さあそしてここでもう入れちゃいます。さあ、これでコンソメと
野菜ジュース、これトマトベースの野菜ジュースお願いしますね。天の飯。さあここで出たルーを、これ一回揚げてからで割り入れると。これまあ火は弱めてください。ちょっともう7分経っちゃったんで、あ、はい、もうズボラではないですね。ほらもう林の林がどっかにいる匂いが、どうした、ピアノさんがお腹空かせてますね。さあこれで完成でございます。あの人喜ぶだろうな、これはうまいだろう。うわうわわ、ぐあ、本当だ、玉ねぎ本当にちょうど主張してくるいい大きさだな。お手軽に本格的に野菜ジュースで仕上げたハヤシライスの完成でございます。要はだしの部分を、そう、補強するってことだね。それで、はい、あ、誰だ、食べる、あ、食べるのはもうさっき食べたすぎて何かガタガタ落としてしまった崎山です。めちゃくちゃいい匂いすんな。飲むように食べるの。ちょっとね、ここルーと絡め。はい。ちっちゃい。おかわり確定です。これはもう、おかわり確定です。なんですか、野菜ジュース使ったから、野菜の甘みもちゃんと出てますし、やっぱ出てんだ。はい、あの玉ねぎの甘みと、あと牛肉の、ちょっと待って。コメント途中にして食べない。うまいな、そんな人いるの、うまいな、これこれは止まらないな。さっきの続き教えてほしいんですよ。思い出して食べて、うん、そう牛肉の玉ねぎの存在感めちゃくちゃいいですね、この大きく切ると。はいはいはい。でこの牛肉の、うん、ちょっと待ってください。だからさ、ま、牛肉のの後にさ食べちゃうんだよ。米と欲に負けて、うんうん、いやこんなにあの短い時間で作れるなら皆さんもぜひ。牛肉の後どこ行ったんだよ。牛肉よ、おい、キャイー、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。